Whew! Yes! Ha! Three sisters who made the Takanami use it to pass the mountain. Yes! Genius, father. So close to your father. You're going to die, right? Hmm... It might work. I'm also agree. I believe Rikki. Hmm... うまくやれるんだな。うん。お前たち聞こえたか？何をぼーっとしてる？位置につけ！子供と動物は捕まってろ。レイフ、案内してくれ。頼りにしてるからな。まずいよまずいよまずいよ。やっぱりすべに負けを認めて命だけは助けてもらうとか。引き返しはしない。さざ波を恐れて尻込みするような俺たちじゃないだろう。俺たちは俺たちバイキン、そうだバイキングだ。どっちを選んだところで生きては帰れないしね。はるばるのバカ野郎めが自分から死のうとしてどうする。俺たちも逃げた方がいいんじゃないかと。どこまでだって追いかけてやる。強くてかっこいいとかいろいろ言ってるけどさ、あいつなんか怪しいんだよね。リスを頭に乗せてる方がずーっと怪しいと思うけど。これは小さくて弱虫な海賊の物語。これはオーディンの剣じゃないか。全てのものを黄金に変える力があって、魔法の剣で母さんが黄金に。確かに全身金ピカだ。絶対に母さんを助けるからね。かわいそうだがお前は小さすぎる。一緒には連れていけない。じゃあどうやってバイキングになればいいのさ。大好きな母さんを助けるため、小さな海賊は挑戦する。そうだ、この手で行こう。知恵と勇気を持って、さあ冒険の大海原へ。俺たちは何者だ。そうだバイキングだ。ユーミア。父さん、バイキン、僕に従え。シングのスタッフ最新作、小さなバイキング、ビッケ。こんな美しい女見たことがない。